ジョージ・ウィリアム・ラッセルジョージ・ウィリアム・ラッセルは、アイルランドの民族主義者、評論家、詩人、画家、ジャーナリスト、ラテン語オンに由来する筆名を使用した。アイルランド文芸復興運動の中心的役割を果たし、新知学団体のまとめ役や相談役も担った。アルスター・地方アーマーケン・ラーガン生まれ、神秘主義者として知られ、 幼少時から幻覚を目にすることが多かったという。11歳の時にダブリンに引っ越し、副事長として働き始める。アイルランド農業組織協会に従事。1880年頃から新地学に興味を持ち始めた。1885年に学友ウィリアム・バトラー・イエッツがダブリンにヘルメス協会を設立した際にはすぐ加入しなかったが、この組織が新地学協会へと、 解雇されると参加し、さらに1898年には、この組織を抜けて自らヘルメス教会を復興させた。1902年にジェームズ・ジョイスに会い、彼をイエーツを含むアイルランドの文学者に紹介した。ラッセルは、ジョイスのユリシーズの中の層は、スキュレート・カルグディスにキャラクターとして登場している。1905年から1923年までは、 ザイリッシュホームステッド誌の編集者、1923年から1930年まではザイリッシュステーツマン誌の編集者を務めた。ベーザーズ、ありがとうございます。